シャークスは神奈川県及びその周辺地域を本拠地とする社会人ラグビーのクラブチーム。2012年に東日本クラブトーナメント大会で準優勝し、東日本トップクラブリーグとの入れ替え戦に出場。三鷹オールカマーズを破り、2013年シーズンより同リーグに初参戦する。2015年よりレッドトレーロスと合併してチーム名称を ブルシャークスに改めた。年はすべて年度。2012年東日本トップクラブ入れえ戦にて、優勝準優勝神奈川県、クラブリーグ1回戦シャークス4719、深谷ワイルドスター2回戦シャークス2710、湘南富士クラブ東日本トップクラブリーグ、チャレンジマッチ1回戦シード2回戦シャークス2620、深谷ワイルドスター東日本、トップクラブリーグ、 入れ替え戦2011年の東日本トーナメント大会に初出場で初優勝。翌年の2012年の同トーナメントでも準優勝しトップクラブとの入れ替え戦に勝つなど勝負強さを発揮しているシャークス。練習試合でも東日本トップクラブリーグ所属の YC&AC に勝つなど競合食いしているが神奈川県一部の大西ハウジイレッツに対しては 毎回のように苦戦を強いられている。これまで公式戦で5度対戦し、1勝4敗と大きく負け越している。この天敵の存在により、神奈川県一部は無冠となっている。2012年シーズンにおける選手登録数は約50人。他、女性スタッフを含め60名前後。もともとは、 日本マイクロソフト株式会社のラグビー部が母体となっており、創設当初はほぼ同社の社員で占められていた。2009年に神奈川県クラブリーグへ参加するにあたり、クラブチーム化。競技レベルの向上に伴い他社に就職した競合高校、大学出身者が相次いで入部したことから、近年ではその割合は少なくなっている。また、誰でも入部できる。 チームをモットーとしているため、ラグビー未経験者の入部も少なくない。チーム創設者の顎がしゃくれていたことに由来、ありがとうございます。